最近ですね、こんな本を買いまして、うん、邪悪なものの沈め方という本で、うんうんうん、内田達さん、はい、よく我々が動画で挙げるあの岡田敏夫さんが、はい、この内田達さんの名前を挙げてですね、うん、師匠だと思っているみたいな、先生、岡田敏夫さんが先生だと思っているみたいな取り上げ方でこの内田達さんの名前が、うん、を挙げてるんですね、うん、まあ、この方は、東大法文学部を卒業され、うん、専門はフランス現代思想とか映画論とか、うん、まあ、ご自身で武道をやってらっしゃるので、うん、武道家、武道論みたいなものを持っていて、うん、まあ、そういう本も出している方ですね、うんうん、はい、でその本を読んでいてですね、うん、まず事件として、うん、まあ、ちょっとこれ古い本なんですけどね、はい、NHK の記者3人が、うん、インサイダー情報による株取引容疑で取り調べを受けていたと、はい、まあ、その3人は、うん、テレビニュース制作部記者で、まあ、とか岐阜放送局の記者とか、うん、はい、水戸放送局のディレクターで3人同時に連絡を取り合った形跡はないが、うん、まあ、この NHK にいたっていうところで、うん、ある牛丼チェーンが回転寿司チェーンを合併するっていうニュースを放送前に知ることができたので、うん、うち2人は放送までの22分の間に、うん、専用端末で原稿を読み、うん、回転寿司チェーンの株を購入したと、うん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 、で株価は1日で720円から1774円にバンって上がったというところで、うん、この3人は翌日にすぐに売って、うん、10万から40万円の利益を得たと、はい、インサイダー取引にしては、うん、まあ、うん、受ける印象としては、うん、あ、たった10万から40万か、うん、みたいなのを感じると思うんですね、はい、で、まあ、これがもしかその1億とか2億とかだと、うん、その事件性として高いみたいなのを個人として受けると思うんですけど、うん、まあ、1サラリーマンがふとしたチャンスで魔が差して、うんうん、たかが10万から40万、はい、みたいな話なんですけど、うん、このNHK の職員がまさか10万やそこらで人生を棒に振るようなリスクは犯すまい、うん、ということは、うん、彼らにとってはこれがごく日常的な小遣い稼ぎであって、うん、リスクを犯しているという感覚がなかったことを意味していると、うんうん、で、まあ、この内田達さんは、うん、NHK の職員がモラルが低いとは考えていないよと、うんうん、ただその彼らの非常識と非論理性は世間並みであろうと思うと、うん、まあ、多分僕もそこにいたら、うん、できるチャンスがあればやってたかもしれない、うん、まあ、結構やってたんじゃないですかっていうところですよね、はい、日常的に多分これは罪の意識もなくやっていたんだろうと、うんうん、ちょっと情報を先に仕入れることってあるじゃないですか、はい、あ、これは買っとこうみたいな感じ、そうですね、うん、でこの3人は取り調べを受けた時に、え、どうしてこんなことで事情聴取されなきゃいけないのと思ったことだろうと、うんうんうん、一体自分たちはどんな悪事を働いていたのかっていうのがピンと来なかったに違いないと、うん、というのがあって、はい、だいたいインサイダーというのはインサイドにいることで、うん、アウトサイドの人間には手が出せない種類の利益を得ることができる人間っていう意味じゃないのと、うん、だからみんなインサイダーにいた方が得だし、うん、でなりたがるはずだと、うん、でこの内田達さんが興味を持つのは、うん、インサイダーはアウトサイダーとの情報差を利用して金儲けはしていけないという常識が、うん、多分彼らにはまるで、身体化されていなかったことだろうと、うんうん、おそらく彼らはフェアということの意味を根本的に誤解していると、うん、おそらく彼らは子どもの頃から一生懸命勉強して、うん、良い学校を出て、うん、難しい入社試験を受けて、うん、NHK に入ったと、うんうんうん、もう成功者ですよねこれは、うんうんうん、現代社会でいうとエリートですよ、はい、でその過程で彼らは自分たちが人のより倍の努力をしてきたと考えた、うん、だからその努力に対して、うん、人のより倍に値する報酬が保証されてしかるべきだ、うん、と考える、うん、合理的だと、うん、
だがこの努力と成果は相関すべきである、うん、っていうこの合理的な考え方が、うん、モラルハザードの根本原因である、うん、という事実について、うん、警戒心を持った方が良い、うん、みたいなことが書いてあるんですね、うん、自分の努力と能力にふさわしい報酬を遅れることなく獲得することが 100% 正義であると主張する人々は、うん、それと同時に、うん、自分よりも努力していないし、うん、能力も劣る人間は、うん、その怠慢と不能力にふさわしい社会的定義に格付けされるべきだ、うん、ということにも、うん、同意署名していることを忘れてはならないと、うん、おそらく彼らは勝った者が獲得し、うん、負けた者が失うことがフェアだと思っているはず、うん、なんかね、この辺はね、今現代社会だと、うん、なんか同意する部分が多いなと思うんですね。どっちに同意？この人の言ってることに、勝った者が獲得し負けた者が失うとか、うん、自分よりも努力してないし、うん、能力も劣る人間は、うん、その怠慢と無能力にふさわしい社会的定義に格付けされるべきである、うんうんうん、っていうのって、うん、そうだよねって僕は、うん、若干思っているんですね、うん、体調どうですか？は思ってはないです。思ってはない、べきではない、べきというべきではないにしかない。ああ、なるほど、うん、まあ、その結果としてしょうがない、結果としてはあり得るし、はい、勝負って別に努力したら勝てるものでもないじゃないですか、うん、そうすると矛盾が生じるよねっていうのは、すごく頑張った人が負けることだって十分あり得る で努力っていうと勝負関係なくなるじゃないですか。で人間社会というのは、うん、でも実際にはそうはできてないと、うん、集団はオーバーアーチブする人間がアンダーアーチブする人間を支援し扶助することで成立していると。成功ですよね、アーチブ。そうですね、このオーバーアーチブというのは、オーバーアーチブ、より成功してる、大きく成功してる、はい、オーバーだから大げさに成功してる。そうですね、でオーバーアーチブする人間が、まあ、これをね、このノブレスオブリージュなんてよく言うじゃないですか、はい、騎士道精神でしたっけ、はい、でこのオーバーアーチブする人間が、うんうん、アンダーアーチブする人間を支援するのは、うんうん、慈善が強者、富者、富者というのは 富のもの、はいはいはい、の義務だからではないと、うん、弱者とは自分自身だからである、うん、とあって、うん、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいというのは、うん、マタイ伝22章39節の有名な聖句であると、はい、うん、このあなたの隣人は、うん、あなた自身だからであるというのがあり、うん、はい、この今はモラルハザードの問題、はい、で、うん、自分は常に騙す側の人間であり、うん、決して騙される側の人間にはならないという前提に立てば、うん、マルチ商法は合理的であると、うんうん、騙される側の人間が無限に存在するという前提に立てば、うん、この推論は正しい、うん、しかし残念ながら地球上には人間は無限にいないし、うん、どこかで地球上の全員が騙す側の人間になるというのが、うんうん、マルチ商法が禁忌とされる本来の理由であると、うん、ルールを愚直に守る人間たちが多数派である場所では、うん、ルールを破る少数派は利益を得ることができる、うん、っていう経験値に基づいている、うんうん、このマルチとかって、はい、だからルール違反をした本人は、うん、彼以外の人間はできれば全員がルールを遵守することを望んでいる、うん、そうすればするほど利益が大きいから、うん、高速道路で渋滞しているときに、うん、ルール違反して路肩を走っているドライバーは、うん、自分のように振る舞うドライバーができるだけいない方がいいと思っている、うんうん、それが増えるとまた結局渋滞するしって、まあ、路肩が渋滞する、はい、しかしこの事実こそがモラルハザードの、うん、存在論的、完成なのであると、いや、うん、穴であると、うん、自分のような人間がこの世に存在しないことから利益を得ている人は、うん、いずれ自分のような人間がこの世から一人もいなくなることを願うようになるからであると、うん、面白くないですか、うん、その願いはやがて
彼自身の消滅を求める呪いとなって、うん、彼自身に返ってくると、うんうん、これ僕読んでね、はい、あの自分の浅ましさ、うんうん、よくあの、まあ、こんな動画を撮っててなんなんですけど、はい、僕は儲けたいと思ってるんですよ。儲けたいと思うことは別に悪くはない。なるほど。ただって話ですね。今のでいくと、はい、路肩を走って儲けようっていうのが良くないよね。ああ、うん、じゃない。でその路肩を走って儲けてる人たちは路肩を走って儲けるやつはいなくなればいいって思ってる。で、あ、で僕はみんな路肩に来ると俺が儲けられなくなるから路肩に走るやつはいなくなればいい。でここで僕はちょっと感動したのがね、はい、この世の中が自分のような人間ばかりであっても、うんうん、愉快に暮らしていけるような人間になる、うん、ということに尽くされる、うん、それが自分に祝福を送るということであると、うんうん、要は世の中が僕みたいな人間ばっかになればいい、うんうん、って思える社会を作ることが、うん、っていうのを読んでね、うん、なんか自分の浅ましさ、うん、なんかまあこれは僕が浅まし自分が浅ましいっていうのは多分そんなに浅ましくないからですよね。僕はね自分が浅ましいと思ってるんですね、うん、浅ましいって思ってるっていうことは、はい、多分そんなに浅ましくないじゃないかなって思うんですよ。うん、というのは、あ、というのはというか、まあ、そのままです。本当に浅ましい人は、はい、そんなこと思ってないですよ多分。当然ですよ。あ、 だと、うん、それがなんか難しいのが要は成功の尺度をお金とすると、うんうん、だからあのやっぱりこの、うん、人が知らないところで、うんうん、はいはい、重視する人たちとは違うところで、うんうん、ギャッてやった方がいいんですよね。その、まあ、それがルール違反じゃなければ正当な儲けなわけじゃないですか。普通の真っ当なビジネスだと、はい、世のため人のために働いた対価ですよ、はい、でその金額が大きいのは、はい、多くの人のに貢献したから入ってくるお金が大きいって話じゃないですか、うん、でこうマルチ騙して稼いでるわけですよねとか、まあそうですね、うん、その絶対ありえないわけじゃないですか。マルチってこう私のやってるビジネスはあなたも手伝えば、でその下を作っていけばあなたはどん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 儲けることができるよ。そうですね、パーセンテージがね、うん、はい、だけどこう理論的に考えて人口は無限にあるわけじゃないからどっかで止まりますよね。どっかで止まるっていう、はい、で上の方になれば儲かるかもしれないけど、はい、下の方になれば儲からない。でその下の方たちにもこれ儲かるよって勧誘するわけじゃないですか。はい、今ならまだ上に入れるよあなたも、はい、で下の人を誘うわけじゃないですか。ちょうど今の時期的にあれですもんね、うん、あのアムウェイが今、はい、禁止されてますもんね、うんうん、禁止されてるんですか。確かね取引が今やっちゃダメだになってると思いますよ、はい、そうなんですね、はい、うん、摘発されて、うん、勧誘違法勧誘だと、はいはいはい、というところで何月までだったかな、業務停止みたいな。うん、そうですそうです、うんうん、ちょっと今探せませんでしたが、はい、ネズミ講は違法ですが商品の介在するマルチ商法自体は政府云々と、うん、なるほど。でまあ儲かりますよって言って結局儲からないよって話じゃないですか。あの人間関係はなくなりますよね。なくなるし仕組み的にこう無限に増やせないと、はい、まあ、上の方が儲かるのはまあ間違いないかもしれないから、はい、上の方に入ればいいよねっていう話じゃないですか、はい、でもこの下の方に対してもまだ今上の方だから、はい、まだ今なら上の方に入れるから、あ、もうやめてやめてやめてっていうで勧誘して入って、でもそんなにもう下はいないみたいな。だ結局身内、うん、友達を売っていくわけですもんね。そこにそうそうそうで同じこと今なら上だからって身内友達を誘うわけじゃないですか。ああもう何回もありましたよねその誘いは。その誘いはもうめちゃくちゃありますよ。ありますよね、はい、気をつけましょうね。でこういう仕事してると特にありますよ。ですよね、はい、で要はそうなんですよね、うん、要は自分のような人間がこの世に存在しないことから利益を得ている人は、うん、いずれ自分のような人間がこの世から一人もいなくなることを願うようになる、うんうんうん、この願いはやがて彼自身の消滅を求める呪いとなって彼自身に返ってくると、